はい、ゆうたんさん、お疲れ様です、はい、お疲れ様です。さあ、今回の企画のスタートブレイクライフ、はい、はい、始まりましたよ。素敵な、方を紹介します。はい、それでは登場していただきましょう。野沢さんです。はじめまして、野沢です。よろしくお願いします。さっきすごい衝撃的な、話を聞きました。まあ、あの今回のこの、スタートブレイクライフは、まあ、初心者の普段ブレイクをやってない人にこう挑戦してもらおうっていう企画なんですけど、まあ、ちょっと昔やってたということで、はい、その先生がその先生がなんと、カツさん、はい、そのロックステリクルカツさんです。カツさんに憧れて、ブレイクやり始めたから、まあ、もうさっきちょっと映像見たけど、はい、この服でしょ、ね、格好しましたね、カツさんも。はい、今日たまたまこの格好できたらまさかの先生がカツさんやったっていう。いや、もう衝撃ですね、いろいろ。いやー、だからね、もう教えることはないですよ。いやいやいやそこはちゃんとやりましょう、宇田さん。というわけでね、渋いブレイクをやっていきます。はい、じゃあ挑戦していきましょう。お願いします。一つ目がトップロックを、トップロック、まあもうベーシック、基本のトップロック。そして2つ目がフットワーク。フットワーク、フットワーク、フットワークはちなみにやるの、はい、ね、これですよね。やってたでしょ、やってたでしょ。で、3つ目フリーズ技ね、逆立ちフリーズを挑戦してもらいます。はい、トップロックの中で、今回挑戦してもらいたいのがキューティーツフロークス。で、これはおそらくなんちゃらこいってなると思うんです。名前からもう何それみたいなあの動きですね。こう腕をクロスして出す、はい、これです。あ、どうですか。トップロックってこのシンプルな動きやけど、すごいなんかかっこよく見せるのが難しい。難しい。そういうことを思ったことはありませんか。あります。ありますね。まずこうまっすぐするとちょっとなんていうの、滑稽になってしまうというか、なんだろう、ダンスみたいな感じになってしまうので、これちょっと立体感を出して、ちょっとだけ角度をつけて、ちょっとだけ角度をつけて、ちょっとこう右にこうちょっと開いて、ちょっとまっすぐやってたのを若干こう角度をつけて、これだけで、あ、もういい、もういい感じ、あ、もういい感じ。手の表情と読んでます。例えば、なんかふにゃふにゃってして、なんかこんな感じでやっちゃうと、なんか、あ、なんか、なんそれ何の時の手みたいになってる。これをはっきり、パッ、あ、そう、そうです。指先までしっかりと意識をして、ピッと振ります。はい。パッ、あ、そう、パッ、あ、そう。角度、先の角度と合わせてやると、ほら、一気に、一気に、ダッ、ダッ、ダッ。あとは、あとは3つ目、じゃあこの3つ目いきます、はい、あと3つ目、バイブス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 、乗っていく、乗っていく、いけてるぜって思いながらやる、いけてるぜって思いながらやる、いけてるぜ、そう、いけてる、いけてるぜ、いけてる、オッケー、はーい、そうです、はい、最終的にはもう、自分がこう、楽しいって思うことであったり、あ、これ今かっこいいなって思うことであったり、そういう気持ちが大事です。はい、はい、まず掴みます。はい、そしたら手だけ掴んで、ここから肘を触ります。掴んで肘、あ、そう、うーん、あ、そう、なんか物を上から掴んで、そう、そしたら下から回してきて、頭に掴んで、肘、頭、あ、そう、で、ここからもう一度下から通していきます。通してきたら、ここで、
回肘を持ってます。頭から統合してきたら一回肘を、そうです、で顔を描くような感じでここからパッと開きます。あ、そう、2つ投げると、はい、こう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 、早い早い早いでしょ、早いでしょ、いくらでしょ、早い、そう、これがこうなんです1、2、3、そして通してきて4、そう、そしたらワン、そうですね、ワン、そしたらスリー、フォーでいいですか、あ、そうそう、で、ファイブ、シックス、セブン、エイト、おー、バッチリ、1、2、3、4回やったら先のステップにつなげる、ダッ、ダッ、ダッ、おお、早い。OK。やってみましょう。はい、5、6、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4。おお、OK。OK。あ、クリア。わあ、クリア。頭の体操。頭ね、普段やらないジャンルをやってるからすごく頭もクルクルクルってフル回転させてるでしょ。真顔でやってますね、うん、もうわーってなってOK、というわけでトップロックはもうクリア、あ、クリア、やった、はい、じゃあ続いてフットワークいきましょう、はいはいはい、まず、6歩、まあ、基本の6歩ですね、はい、ちょっと6歩久しぶりにやる、はい、ことでしょう、はい、ふざけてなんかウェーってやったことあるんですけど、なるほどなるほど、ちょっと一回じゃあ6歩を、見てみましょう。むちゃぶり言うな。一番嫌なやつだ。嫌なやつだ。嫌なやつだ。じゃあちょっと一回見ましょう。私、いろいろ歌うのは。いきます。はい。はい。せーの。6歩。うん。OK、OK。OK です、OK です。6歩。バッチリです。じゃあ、その今の6歩をさらに進化させます。進化したいです。バッチリ、かっこよく、さらにかっこよくなるようにしていきます、はい、と、まあ、点をつく種類が 2種類あって、はい、こうペタッとつくのと、 あとこう指手といってこういうつき方があります、はい、でもちょっとこれね、いきなりやるとかなりの確率で指を浮かれるのでこれちょっと今日はやめておきましょう、はいはい、なので、まあ、ベタでいきます、はい、でポイントその1、はい、手は地面から90度であるべし、こうなっちゃうとちょっとなんか不安定になるんですけど、90度にすると絶対にこう、絶対に90度、どの時もどの時も、あ、90度、どこを切り取っても90度であるようにします、はい、これ一つポイントです、はい、じゃあちょっとやってみましょう、はい、はい、右手を置きます、そしたらまず横に体を倒しましょう、はい、はい、よいしょ、もうね、なんかこの形が筋トレやんみたいになってるけど、そう、サイドプランクみたいなね、なってるけど、まあ、ほとんどそれです、はい、その状態で足を後ろに持っていきましょう、そうです、そうです、この形がもう一歩目みたいな、これ逆も同じです、こうして横にまずと、まっすぐしてから足を後ろに、これです、左足1で、そうです、腰をしっかり出しましょう、2で右足を斜め前にと、そう、あ、そうそう、ここはもう斜めです、斜めに、そして3で、そう、そしたら右足をここ出しちゃう、すぐ出しちゃう、そして4、そう、そして5でさっきやった、あ、そう、そう、あ、そうするともうだいぶ大きく、1、2、3、右足出しちゃう、4、そう、5、6、ほら、大きくなった、疲れますね疲れますね、そうです、疲れるんです、
よく気づきました。難しいポイント、一番難しいポイントはこのここです。これを、じゃあちょっと、ポイントを押さえていきましょう。まず座ります。そして左足だけ。そして右足だけ。フットワーククリア。やった。